はい、どうも、あきおです。さあ、今日はですね、新武器ワイドローラーコラボを使ってね、やっていきたいと思います。さあ、奄美術大学の縄張りですね、今回は。さあ、相手がプロピンモデリールリッターですね。さあ、リールがペナップか。はい。さあ、ワイドローラーはね、最初地塗りしっかりと塗っていきましょう。塗りが強いんでね、ワイドローラーは。OK。さあ、本日のギアなんですけども、メイン効率 1.3、イカ忍者、イカ速 0.3、スペゾー1となっております。さあ、ちょっとまだ濡れてないね。塗ってくれるならいいけど、雨も変わってるし、スペシャルが雨で、サブがラインマーク、無印に比べたらもうだいぶマシになったね。サブスペ使って、さあ、ラインマーカーのダメージをしっかりと当てつつ、ラインマーカーも一応35ダメージ入るから、はい。いやー、風呂が奥にいる。ラインマーカーだぜ。リッターはどこにいるかだなー。うわ。一応バレたっぽいなー。うわ。オッケー。リッター、風呂だぞ。うわ。オッケー、やっていくわー、あいつか。これジャンプ飛んでいいかな。来てね。ここ。はい。しっかりとラインマーカーでもカバーしていくと。ラインマーカーもね、何回か前にアップデートで強化入ってるからね。塗りが、わー、広くなったのかな。当てやすくなったって感じかな。さあ、ちょっともう一回右塗り塗り替えつつ、キルもな、もうちょい取っていきたいところなんですが、雨も止めたいところでもある。それ抜いてくる。今の抜かれんかな。待て、OK。待てる。OK。リッターだもんだ。OK、ナイス。いやー、どうだ。最後は3人倒したけど。ナイス。OK。バトルナンバーワンだって。強いですね。8キルもした。さあ、次行こう。さあ、奄美術大学やっていきましょう。さあ、相手が、ワイドローラーコラボいますね。130がデーボールドリッター、リッターペナップね。さあ、同じように自陣は最初塗っていきますよ。広いからね、山上の自陣。さあ、ちょっとは。で、さあ、雨も溜まる。一回使うか。あ、置こうか。左側、塗りは持たせようかな。下にいるよな、これ敵。待って、あっち、オッケー。いやー、ここ。いや、これか、あー、当たってるね。あ、待って。これ、来る。当たってる。
どうだ、右誰だろう。うわ待って、これこれ、やった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 左リッター、一回雨使っておいて、リッター怖すぎ。こっちから行って、うわ待って、外した。オッケーオッケー、やったやったやった、雨でやってたかな。なんかいる、なんかいる。あーなーねー、追いつかれた追いつかれるんだこれ。みじん塗りしてくれなかったね。で、塗ってよ。さあ、スケゾーも1積んでるからね。いやー待って、リッターそれ倒したいな、縦振りで。ここ、あっ、やっ、いやー外したー、やってくれ。これやるよ、やる、OK、同じ武器同士でやられるのは一番悔しいからね。みんなそうだと思うから。これは見つかって、左側2人も3人もやらないで、ね、正面見た方がいいと思うから。はい、おっ、やん、どうでしょうか。まあこれは勝ったでしょう。ナイスー。またバトルナンバーワンだってそんなにキレしてないような感じしたけど、ナイスです。 OK、 もう一試合やっていこうかな。さあ、マサバ海峡大橋やっていきましょう。さあ、相手がねえ、黒笠、青スタ、リッター、ヒッセン、ヒューですね。さあ、黒笠が、ペナアップか。さあ、自陣塗りは、いつも通りやっていきましょう。塗り残しないようにね。よいしょ。雨はいつ使おうか。どういう場所で使うか。もう一回左向けローラー塗ってくれそうだから任せて、ここ使おう。まず OK、 ナイス。うわ、リッター怖すぎ。一回センサーだったら当てときたいけどな、難しい。いやー慣れてんだよなぁ。待って行って、待って、なんか言ってるんだっけ。横ダメージ、ダメージ少ないからなぁ。縦振りで行った方が良かったかもな、今のはね。さあやってくれたら、やってくれたら神なんですが、待ってやれないか、それ。待って、頼む、いやーやれ。やれそうだったんだけどな、今の。
いやー、テレナ難しい。もうちょい上式だな。当たるよ。全然当たんねえ。待って、ビッターやった。危ねえ。こっち、あれ近い。最後やるんだ、任せた。それはよいしょ。どうですかこれは。オッケー、勝ったんじゃないかな。よし、ということでね、今日はここまでにしたいと思います。いやー、ワイドローラーコラボ、まあまあ良かったね。はい、ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。